邦楽とは日本の音楽のこと。和く、国学とも。本校においては競技の邦楽である日本の伝統的な民族音楽や古典音楽などを説明する。日本のポピュラー音楽全般を指して邦楽という場合もあるため従来の邦楽を純法学と呼ぶこともある。資料や時代によって邦楽がどの意味で使われているか文脈に注意して判断する必要がある。 大法元年に制定された大法律領に、雅楽領という音楽専門の部署を設置するという記述がある。外国の音楽と世俗の音楽をまとめ、宮廷音楽とする試みである。古代より室町時代前期の千年間に現れた方角の要素を大きく分けると、がある。これらが相互に混じり合い多くの方角が形成された。この期間に生まれた音楽は現代まで継承されている。 ものも多い。現存のものを中心とする。以下は、俗学と総称する場合がある。NHKFM 日本放送協会の、ラジオ放送 NHKFM では、午前11時台と午前5時台などが、順法学の時間枠として割り当てられている。2015年4月現在、NHKE テレ2016年4月現在、現在の、各番組が扱うのは、 古典芸能全般である、など、CS ラジオ放送など、ありがとうございます。